銀色のシリーパティ。シリーパティ、A、シリーパテ、直訳で、バカなパテとは、独特の物理的性質を持つシリコーン系ポリマーを主成分とするおもちゃ。パテ状の物体だが、床に落とすと跳ね返り、急激な打撃を加えるとくだけ、液体のように流れることもできる。粘弾性流体であるシリコーンが含まれているため、長い時間スケールでは、粘性流体として、 短い時間スケールでは男性体として振る舞う。第二次世界大戦中のアメリカにおいてゴムの代用品となり得る物質の研究から生まれた。シリーパテはペンシルベニア州イストンに工場を持つクレヨラ社の商標である。他社が販売する同種の物質は異なる名前を持つ。メディアを再生するシリーパティンは弾む様子。 シリーパティはパテでありながら弾力があり、多くの独特の性質を持つことで知られている。急激な打撃を受けると弾まずに砕かれる。液体に浮かべると十分な時間が経てば液面に広がって水たまりを作る。シリーパティや類似製品の多くは粘弾性調整剤を添加することで流動性を抑えて形状が保たれるようにされている。 シリーパティの成分としては、以下が一般に知られている。ジメチルシロキさん65%、シリカ17%、セクセトロル ST9%、ポリジメチルシロキさン4%、デカメチルシクロペンタシロキさン1%、グリセリン1%、二酸ンカチタン1%。穴から流れ落ちるシリーパティ。シリーパティの一風変わった流動性は主成分。 ポリジメチルシロキ酸が粘弾性物質であることによる。粘弾性とは、非ニュートン流体的な性質の一種で、長いタイムスケールでは、粘性流体として、短いタイムスケールでは、弾性体として振る舞うことを指す。加えた力の強さに伴って、見かけの粘性が増えるので、シリーパティは、ダイラタント流体とみなせる。シリーパティは、優れた接着剤でもある。 石油系のインクが使われていれば、新聞の紙面をシリーパティの表面に転写して、引き伸ばしたり歪めたりして楽しむこともできる。しかし、大豆インクで印刷された近年の新聞では、この実験を行うのは難しい。一般的に髪の毛や衣服のように凹凸のある素材にシリーパティを貼り付けると剥がしづらくなる。その場合、手指消毒用のアルコールが役に立つ。 シリーパティはアルコールに触れると溶解し、アルコール自体が揮発しても元の特性を失う。製造者クレヨラは、潤滑剤 WD-40 の使用を、進めている。シリーパティをぬるま湯か熱湯につけると、柔らかさが増し、流動化するまでの時間が短くなる。また、表面の一部をちぎり取ることが難しくなる。その後、十分時間が経てば、元の粘土を取り戻す。 シリーパティは1 3ム入りの卵型プラスチック容器で販売される。シリーパティの商標はクレヨラ LLC が所有している。2009年7月現在、日刊販売数は2万個である。1950年以来の通算販売数は3億個以上。各種の色が販売されており、輪行や金属光沢を持つものもある。他社からも同様の物質が販売されているが、 より内容量の大きいパッケージやクレヨラ製品と同じような色のバリエーション、あるいは自生体や玉虫色のものなど性質の異なる製品も存在する。自生を持ったシンキングパティ。メディアを再生する自生体パテが磁石を飲み込む様子。第二次世界大戦中、日本は艦隊平洋地域に勢力圏を広げる中で天然ゴムの生産国を侵略した。 ゴムは、イカダやタイヤ、自動車や航空機の部品、ガスマスク、ブーツのような軍需物資の製造に不可欠だった。アメリカでは、ゴム製品がすべて配給制になった。市民は戦争終了まで、ゴム製品を買い換えないよう、また不要なタイヤブーツコートを供出するよう、奨励された。その一方、政府はゴム不足を解消するため、合成ゴムの研究に資金を提供した。 シリーパティの発明者が誰かは論争の対象になっている。その名誉は論者によって設立間もないダウコーニング社に所属していた R. ウォリック、コネチカット州ニューヘイブンでゼネラルエレクトリック社に勤めていたスコットランド生まれの発明家ジェームズ・ライト、あるいはハービー・チンに与えられている。ウォリックはその生涯にわたり同僚のロブロイ・マクレガーと共に ナイトより早く特許を取得したと主張し続けた。しかし、クレヨラによる歴史では、シリーパティは1943年にナイトが最初に発明したとされている。どちらの研究者も、独立にシリコーンオイルに放酸を反応させると、粘つくと同時に弾力がある、独特の性質を多数持つ物質が生成することを発見した。このパテには、毒性もなく、 落とすと弾み、通常のゴムより長く伸ばすことができ、カビが生えることもなく、十分高い温度まで溶けなかった。しかし、ゴムの代替物として必要なすべての性質を備えていたわけではなかった。1949年、ガング店を経営していたルース・ホールマッターはこのパテのことを知り、マーケティングコンサルタントの CL ホジソンに助言を求めた。彼らはパテを商品化しようと決め、 透明ケースに入れて販売した。売れ行きは良かったが、フォールガッターには販売を継続する意思はなかった。しかしホージソンは将来的な成長を予見していた。ホージソンはすでに12000ドルの負債を抱えていたが、さらに147ドルを借り入れ、パテを1バッチ購入して1オンスずつプラスチックの卵に封入し、シリーパティと名付けて1つ1ドルで販売した。 はじめ売れ行きは振るわなかったが、ニューヨーカー市で取り上げられると3日間で25万個を売り上げた。しかし、1951年には、朝鮮戦争のためほぼ廃業に追い込まれた。シリーパティの主成分であるシリコーンが廃球性となり、事業が損害を受けたのである。1年後に、シリコーンの規制が取り下げられ、シリーパティの生産は再開された。 当初のシリーパティの対象購買層は成人であった。しかし1955年には6歳から12歳までの児童が購入者の主体となっていた。1957年、ホージソンは子供番組ハウディ・ドゥーディショーで最初のテレビコマーシャルを放映した。1961年にアメリカ国外での販売が開始され、ソ連とヨーロッパでヒット商品となった。 1968年にはアポロ8号の乗組員が月周回軌道にシリーパティを持ち込んだ。ピーター・ホージソンは1976年に亡くなった。1年後、クレヨラ製品の製造者ビニースミスがシリーパティの権利を取得した。2005年時点で年間販売数は600万個を超えていた。シリーパティは2001年5月28日に おもちゃの殿堂に迎えられた。立方体に成形されたシリーパティ。ガンとしての利用が定着しているが、他にも用途が見つかっている。家庭においては、ホコリ、糸くず、ペットの毛、インクなどを物の表面から除去するのに使うことができる。特殊な性質を持つシリーパティは、医療や科学研究の中でもニッチを持っている。理学療法士は、手の怪我のリハビリに、 シリーパティを用いる。他社製品の多くでは変形への抵抗力が異なるバリエーションが用意されている。またこれらのパテはストレス軽減の道具としても使われており、使用者の好みに合わせて様々な粘土のものが存在する。シリーパティは接着剤としても使えるため、アポロ宇宙船の乗組員によって無重力状態で道具を固定するのに用いられた。 ホビーとしてのスケールモデル作成では、組み上げたモデルに、スプレー塗装を行う時のマスキング材として、用いられる。アリゾナ大学スチュワード観測所では、天体望遠鏡の反射鏡を研磨する際に、シリーパティを土台とするラップを用いている。トリニティカレッジ、ダブリン物理学部は、グラフェンとシリーパティを混合した。 ナノコンポジットが驚くほど高感度の圧力センサとなることを発見し、その上を歩く雲の足音さえ検知できると主張した。センターフォーリサーチオンアダプティブナナストラクチャースナンデリバイセス、ハットアドバンストマテリアルズバインジェニリングリサーチ。ありがとうございます。